復活号韓国空軍士官学校で展示される復活号のレプリカ復活号は大韓民国で初めて開発された軍用機。朝鮮戦争中の1953年6月、大韓民国空軍技術学校校長、かなり安し大佐は航空機の設計、製作実習と練習機として使用することができる福崎の製作を指示した。これを受けて、 ソウル大学航空工学科の一期生だった空軍技術学校整備教育大整備課長、リモトカオリ少佐と空軍技術学校教官を中心とした26人のチームが構成され、さらにソウル大学航空工学科の学生が参加することになった。機体の開発は1953年6月28日から開始された。設計製作は 空軍支線基地の資材倉庫で行われ、産業基盤がない中核所から資材を集め、独自生産ができなかった資材は、米軍基地から調達した。製作の最後の3日間は一睡もせず製作に、邁進し、朝鮮戦争休戦から4ヶ月が経過した1953年10月10日に、機体は完成した。 復活号の特徴的な西下オリン完成した。復活号はオリン式の航空機であり、通常のオリン式航空機とは異なり、オリンを二つ有しているのが特徴だった。地上滑走時に前方視界を良くするために、オリンはかなり低い位置に設置されていた。また、半島という韓国の地理的特性上、水蒸気としても使用できるようにするため、主車輪をフロートに乾燥することができた。 この場合、二つのオリンはフロートを固定するためのハードポイントとして使用される。また、朝鮮戦争時にチリ山で活動したパルチザン勢力に投降を勧誘するビラの散布や写真撮影を行うために、胴体後部には投下窓が設けられていた。エンジンはコンチネンタルを -190 から1が使用された。初飛行は、 製作が完了した翌日の1953年10月11日に行われ、ビンウェイラク少佐の操縦の元利元香里少佐が同乗、午前10時頃に飛行を開始した。この時、復活号は2時間の間に高さ1300メートルまで飛行した。その後、空軍本部の指示によって、透明飛行場に空輸され、近親作戦局長による試乗が行われた。 1954年4月3日、空軍近海基地の空軍技術学校で、復活号の命名が行われた。この時、李正万大統領が、戦争のために疲弊した大韓民国の復活という意味を込めて、復活号に、復活という記号を実質で授けた。また、試験飛行の再現も行われた。復活号の機体番号は1号機ではなく1 7号機とされたが、 これは1950年9月1日に撃墜され、戦死した韓国空軍のパイロット、地方職注意のせい、線と発音が同じ数字線に国運流星を願う幸運の数字7を加えたものである。復活号は1機のみ製造され、1960年まで韓国空軍で連絡機及び基本練習機として使用された。1960年に空軍近海基地で、 廃棄処分されようとしたが、当時テグガツ動向緊急滑走路近くにあった韓国航空大学に制作実習のため寄贈された。韓国航空大学は1963年に韓国航空初級大学に名前が変更された後、1966年2月28日に廃校になった。そして1967年3月2日に同じ場所に 継承工業高校が開校することになり、復活号はその後数十年の間、倉庫に保管されたまま忘れ去られた。一方、復活号政策を指揮していたリモトカオリ少佐は、これを全く知らないまま、1955年3月まで、米空軍の技術学校で1年間維持管理研修を受けた。 リモトカオリ少佐は帰国した直後に復活号が行方不明となったニュースを耳にして復活号を探し回ったが発見することはできなかった。その後、彼は1999年に韓国空軍に残された写真と使用をもとに復活号を実物と同様に復元し3月25日に韓国空軍士官学校博物館に展示した。リモトカオリは 2003年12月17日の中央日報に消えた復活号を探すという記事を掲載するに至った。幸いなことに1974年まで継承工業高校の庶務課長として勤務した人物から継承工業高校の倉庫に飛行機が保管されているという情報提供を受けることができ、最終的に2004年1月13日に 復活号の製作当時板金作業を引き受けた分流工務と一等中止とともに、軽症工業高校の地下倉庫で復活号を発見した。発見当時、復活号は外皮がほとんどないまま、骨組みだけが残っており、翼、エンジン、プロペラなどの主要部品がすべて失われ、形を認識することができなかった。しかし、カウリングの直筆記号が半分残ったままになって、 いたので、復活号であることを確認することができたという。また、2階の倉庫で、プロペラも発見された。復活号が発見されたことは、2004年1月15日に、中央日報に掲載され世に知られた。これを受けて、韓国空軍内部で、復活号の回収、復元計画が開始されることになる。発見された、復活号の胴体は、再利用が可能と判断され、 主翼などが再制作されることになった。製作は、すでに空軍士官学校博物館に展示されている、モデルを作成した第81、航空整備省所,所属の整備士で構成される、復元の専門チームが引き受けることになった。この専門チームの人員は、最初に復活号を制作したのと同じ27人だった。 2004年6月9日に割元香織と分流広も参加し、第81航空整備省の整備士たちによって復活号が地下倉庫から運び出された。この際の作業は復活号を損傷させないよう重機を使用せずに人力のみで行われた。復活号復元機に書かれた復活の文字復元作業は第81航空整備省に移送された直後に始まった。 胴体側面に書かれた記号が消えてしまうことを懸念して、あらかじめ文字の形を残しておき、骨組みのサビを除去し、被破壊検査を行った。設計図が残っていなかったため、全体の寸法は残っている骨組みから、リバースエンジニアリングされた。この時リモトカオリと、分流ヒロの助力を得て、200枚を超える設計図が作成された。 各部品は製作する前に紙で模型を作って、実験、検証し、機体を製作するときは機械を使用せずにオリジナルと同じ手作業を行った。ただし、直筆記号と機体番号は、コンピューターを使用してデータの写真と比較し、破壊された文字を再生した。また、50年前と同じ部品を探すために、米国の航空機メーカーと中古品市場を訪れ、 お -190 と似た仕様のエンジンを調達した。復活号の復元は9月30日に完了した。この時、1台のモックアップが同時に制作され、2005年5月8日に、軽症工業高校に寄贈された。復元記念行事は、復活号が初飛行した日である10月11日に行われる予定だったが、10月22日に延期された。復元記念行事は、 第81航空整備省の中機場で開かれたが、この日の復活号は飛行せず、KT-1 と並んで、地上滑走するに止まった。これは、韓国発の航空機と、韓国発の量産型航空機が並ぶという、象徴的な意味を持っていた。この日の行事には、リモトカオリや李正ョバン元大統領の、息子リヒトそして第81航空整備省の将兵と、 軍務員などが参加したが、復活号の政策と復元のもう一人の率、役者だった文流博氏は2004年9月3日に78歳で他界していたため参加することはできなかった。その後、韓国空軍は復活号の文化財登録申請を行い、2008年10月1日に復活号は大韓民国登録文化財411号に登録された。 これを記念して2008年10月23日に設計者ト元香リの胸像の除幕式が行われた。この胸像は、京商南道支線市にある四川航空宇宙博物館の屋外展示場に設置されている。2008年10月16日、京商南道都市線市が復活号を2機復元して1機を博物館に展示し、もう1機は、 四川航空宇宙博覧会で行われる祝賀飛行などの実際の飛行任務を行えるようにする計画を発表した。この復元計画は単なる復元ではなく機体の改良を行い、2004年に空軍が復元した機体の形状は維持するものの、最初から全ての設計プロセスを電子化し、最新の設計と製作技術で性能が一層向上した機体を製作することを 主な目的としていた。これはまた、京商南道の航空産業インフラを利用した小型航空機の開発を促進し、最終的には中型民間航空機の最終組み立て工場を四川市に設置して、四川市を北東アジア航空産業の中心地として成長させ、韓国を航空産業先進国にするという意思が反映されたものだった。 改良復元事業は2009年4月から開始されたが、京商南道都市選手が、それぞれ5億ウォン、計10億ウォンを投資して、喜び、南テクノパークの主導の下、各事業統括管理、概念設計、基本設計及び性能解析は、京商大学校が、部品製作、試験評価、組み立て、飛行試験は、スソン機体産業が担当した。また、 2004年の復元作業に参加した第81航空整備省の整備士の支援を受けることとし、リモトカオリラ航空関連の専門家7人を諮問委員として移植した。2009年7月6日には円滑な復元のために、大韓民国空軍から2004年時の設計図面を提供され、これを活用して、設計、製造時間を短縮し、開発コストの削減を図った。 また、空力解析、飛行性能解析、信頼性解析、縮小模型による、風洞実験と飛行実験、構造解析などを遂行し、これを改良型復活号の設計に反映した。機体設計が終わった後、操縦、計器、燃料、各系統の設計が行われた。そして、2010年4月10日には、軽症大学校で、 復活号改良復元事業の中間報告会が開かれた。この日の中間報告会では、復活号の政作過程に関する報告と一部仕様に関する開示が行われており、京商難道の航空産業育成計画についての発表も行われた。中間報告会の後に詳細設計を仕上げ、負荷テスト、水力系統試験、燃料系統試験などの地上試験、 部品加工、組み立てを終えるとされた。2011年ソウルエアショーで公開された、復活後改良復元期2014施線、航空宇宙博覧会で、試験飛行中の復活後改良復元期2014、施設航空宇宙博覧会で着陸直後誘導路に入った、復活後改良復元期2011年3月には、復活後の改良復元作業が完了し、 2011年3月16日、京商南道南安郡の村、北井産業南安工場で、出庫式が行われた。この日の出庫式にはリモトカオリとリヒトシュが参加した。2011年6月13日には、第3訓練飛行団で、改良型復活号の初飛行が行われ、以後、2011年6月15日から28日まで、 高速地上滑走試験と合わせて計4回の飛行試験が行われた。2011年7月14日には第3訓練飛行団で復活号の改良復元記念式と祝賀飛行が行われた。この日の記念式には、近都関係省南道知事をはじめ、四川市、空軍、喜び南テクノパークなどの関係者と関係機関、航空関連企業の代表など、 約300人が出席し、祝賀飛行時には、復活号は2機の KT-1 と共に飛行した。祝賀飛行時の操縦は、米4号予備薬空軍中佐が行った。ありがとうございます。